おはようございます。西戸明子です。今朝はクリエイティブということについてお話ししたいなと思います。というのも、昨日こんな言葉を見つけました。キャロル・キングの言葉です。キャロル・キングって皆さんご存知ですか？シンガーソングライターの女性なんですが、タペストリーという、まあ、名盤ですね。もう歴史的な名盤とされているアルバムがあります。このタペストリーやキャロル・キングという名前を知らなくっても、その中に入っている曲はきっと誰もが耳にしたことがあるだろうと思うんですね。例えば You've got a friend、ね、友達がいるじゃないっていう、君には友達がいるよっていう曲とか、あとはナチュラルウーマンっていうのもありますね。 You make me feel、 あなたがね、私をナチュラルウーマンだっていう風に感じさせてくれるっていう曲。あとは I feel the earth move under my feet っていうね、そういうタイトル何でしたっけね、有名な曲もありますね。はい、まあ、これが全部タペストリーに入ってるかどうかもちょっと記憶があやふやですが、とにかく70年代ですよね、名曲と言われる作品をたくさん世に送り出したシンガーソングライターキャロル・キングです。で、彼女のね、言葉をご紹介しますと、エゴが、まあ、ちなみに作品作りに関しての言葉なんですけれども、エゴが支配しているときは作品が自分から生まれる感じ、それでもいい仕事ができることはあると思う、でもエゴが支配的なときは疑いが生じやすい、それと対照的に作品が自分を通ってスッと出てくるときは普通よりずっといいものになる。これは昨日の朝ですね。まあ本を読んでいたときに出てきて、へえ、キャロル・キングってこんなこと言ってたんだと思って携帯でメモをしたんですが、その後、まあ、昨日の夜はマスタークラスの授業がありましたのでね、準備をしてたんですね。まあ、準備っていうのはマスター生の投稿してくれたスピーチ動画を見たり、あるいは彼らが送ってくれたレポートを読んで、今みんながどういう状態にあるのかっていう、みんなの現在地を感じるっていうことです。で、その感じた後、これまでは、だったら今日はこの話しようかなとか、あの話しようかなとか、レポートの中ではこの質問をご紹介しようかなとか、印刷して線を引いたりとかね、こうそういう準備っていうのを今まではやってました。でも昨日はなぜかその準備が進まないんですね。みんなのスピーチとレポートを改めて見て読んだ後に、なんか自分の中からこう、これを喋ろうということが明確に起こってこないんですよ。それで一体これはどういうことかなってぼんやりと感じていました。すると夕方ぐらいに、先ほどご紹介したキャロル・キングのメモ、ね、言葉とつながったんですね。あ、そうかと。エゴで、まあ、つまり自分の頭で考えて授業の準備をしない方がいいんだなって。自分から授業が生まれるんじゃなくって、授業が自分を通ってスーッと出てきたら、キャロル・キングが言ってるように普通よりずっといいものになる。そのことは私自身これまで体験が起こっていて、講演をさせていただくときに、かつては準備してたんですよね。
もう2時間分考えて、まあ、一字一句ではないですけれども、何枚かこう手書きでバーッとね、メモをしながら原稿、まあ原稿って言ってもなんか私にしかわからないような手書きのねメモなんですけど、そういう原稿を用意してました。でもある時からそれをやめたんですね。そして自分が、何を話すかを考えるのではなく、ステージに立った瞬間に、お話を聞いてくださる方の前に立った瞬間に、自分を通って出てくる話をするようにした。そうするとそれまでよりずっといいものになったんです。それからは、授業も講演もいろいろな場において話すという機会があるときに、自分が作るといった準備はどんどん手放していって、随分と少なくなってきてるんですけれども、ついにマスタークラスにおいてもそういうこう準備、自我、自分が作り出すという準備は、なるほど、もう手放す時が来たんだなって、そんな風に感じました。その時に一瞬やっぱりこう不安がよぎるんですよね。だって今までとは違うやり方をすることになるわけですから、どうなるかがわからないからです。でも今不安がよぎったなって思って、その不安に、なんていうのかな、ついていかないというか、巻き込まれることがない、それがここ何日かお話ししている意識的っていうことです。こんな風にきっと皆さんの人生においても何年か、あるいは何十年かかけて気づいてきた、自分のやり方っていうものを一回壊して、またゼロから作り直すといったようなことってあったんじゃないかと思うんですよね。ある陶芸家の方がご自身の作品をある時全部割って壊されたっていうのを聞きました。一個欲しかったなって思いましたが素敵な作品ばかりなんでね。でもそれまでにその方が培ってきた、積み重ねてきたやり方というものではもう先に行けないなって、その方自身が感じていらっしゃって、そうした時に捨てなきゃいけないんですよね、これまでの成功パターンを。こうやったらうまくいくなっていうことがある程度自分の体で体験的に分かっている、そのやり方を手放さなくちゃいけない。で、私の場合は話すっていうことなので、その何か割って壊せるような物質がないんですけれども、陶芸家の方っていうのは物が目の前にありますからね、それを壊すというその方にとってのある種の儀式ですよね。それをやることによってこれまでの成功や成功の型というものを手放していく、そしてまた新しく自分を作っていく、破壊と再生という言葉で表現されることもありますね。はい。で、この儀式にあたるのがマスタークラスでは最終スピーチなんですね。と言っても私気がついてなかったんですけれども、京都の第3期のスピーチ発表会に、ユング心理学を専門とされている先生が来てくださって、その方に言われたんですね。このスピーチは儀式ですねって。はあ、そういうことだったのかっ
で私はすごくしっくりきました。実際にマスター生でスピーチをされた方はどうですかね。人前でその自分というものを開いてね、ありのままの自分を語るということによって、それまでの自分を終わらせて卒業して次へ行くっていうね、そういう、まあ昔は成人式ってそういうものだったんだと思うんですけれども、そういった儀式のような意味合いがマスタークラスにおいてある。だからすごいその最終発表会っていうのが大切なんだなっていうことをね、私なりにすごく腑に落ちたわけです。というわけで、こう、まあ、何度目かの成人式のような、儀式、まるで乗っていた乗り物が新しくなって、それまで覚えた運転技術ではなく新しい運転のやり方を一から模索していくような、まあ、そんなタイミングに私はいるだけではなく、身の回りでね、そういう人が今とっても多いんですよね、プライベートで。皆さんにもだからきっとなんかそういうタイミングが訪れているんじゃないのかなと想像しています。そういう時は不安が起こりますが、まあそれはね、小学校を卒業して中学生になる時っていうのは、まあ誰しも不安がありますよね。大学を卒業して就職する時、誰しも不安がありますよね。まあ、それだけのことと言ってしまうとね、大きな不安を感じている人にとってはちょっと冷たく聞こえちゃうかもしれないんですけれども、自然なことって言えばいいかな、環境が変わるっていう時に、感じる不安っていうのは自然なものなのでね、そっちに引っ張られないで、あ、そうだよねって、自分自身が、あるいは環境が変わってるんだから不安なの当然だよねというふうにね、受け止められると幾分か楽になるんじゃないかなと思います。まあ今日から5月なのかな、はい、まあ、5月病と言われる時期にも入りますからね、ちょうど4月から新しい環境になって、まあ、まさにそういう不安やうまくいかない感覚というものを抱えていらっしゃる方ももしかしたらいるかもしれません。はい、そういう方もね、それは自然なことなんだなというふうに受け止めて、あんまりこう自分を責めたり、その不安の中にこうぐるぐると巻き込まれていかずにね、不安である自分を受け止めてあげる、許してあげられたらより楽に前に進んでいけるんじゃないのかなと思います。というわけで今日も聞いてくださってありがとうございました。さて、今日もね、まだ最後にお知らせがあります。そうです、マスタークラス第4期リアルの授業がゴールデンウィークが終わった後の5月の11日と12日の土日なんですね。それで受講生の方の、まあ、出席状況っていうのもスタッフさんがまとめてくれて見てたんですけど、まあ、結構アーカイブで参加される方、まあ、つまりリアルだけど会場に来れない方も割と多いんですよね。はい、まあですからますます、もう授業始まっちゃったから諦めようとか、なんか出遅れるんじゃないかなとか、そんな風に思われる必要は全然なくてね、はい、次の、まあ、ステージっていう言い方がフィットするかどうか分かりませんけれども、これどんどんですね、古い洋服を脱ぎ捨てて新しい服を着ていくような、まあ、生まれ変わっていくようなね、生まれ変わるって死なないと生まれ変われないと思われてますけど、一般的にはそうじゃなくて、実は生きてる間に何回も生まれ変わるぐらいのシフトがいいかなって起こるんですよね。私なんかは割とこう、いや割とじゃない、かなり飽き性なのでその人生においてシフトがやっぱり起こってほしい。そうしないと自分が
変わらない自分に飽きてきてしまうというぐらいの飽き性なので、スクラップ&ビルド、破壊と再生をね、やり続けることを非常に楽しんでおりますが、それを体験したいっていう方はね、ぜひマスタークラス第4期で一緒に学んでいただくと、なんせ私自身がちょっと多分ここ数年で一番大きな変化というか変容ですねが起こってるなと思うので、このタイミングで一緒に学んでいただくと、より受講生の皆さんにもそういう変容が起こりやすいと思いますのでね、はい、そんなわけで引き続きまだお知らせは続けていこうと思います。マスタークラス第4期、受講生さんをまだまだ募集していますというお知らせでした。それでは皆様、今日も聞いてくださってありがとうございました。西戸明子でした。